子どものアトリエ2023参加者を募集します。身近なものが素材に自分だけの花作りと紙皿でくるくるアニメーションの2つの講座です。対象は三原市在住の小学生で各会場15名です。応募はウェブにて5月8日から受付開始します。